吉さん、平和すす。ぎてて怖いいなっていうのは私もよくわかりますだからあと私は自分にねいつも課してるのがあってもう一回転落があるだろうって覚悟をいつもしてるんですよいや実際にはないかもしれないですけども常にそう思ってきゃいいんじゃないかなと何かを乗り,換えて乗り越えてね新しい安定が来たらいやもう一回転落あるぞみたいな感じでいつも覚悟をしておくことでしょうね 周りの人のトラブルに巻き込まれるのか自然災害でもう一回転落するのか原因は様々でしょうけども覚悟しておけばいいいいんじゃないかなかと思いますよ、ねまあ覚悟っていうのは諦めるんじゃなくて何が起きても受け入れてまたあ一からね、えー、全てをやり直すまあ覚悟ですよね。まあ、それで、あのー、今日あと二つ申し上げたいことがあって一つはねあの結局は自分と同じレベルの社員しか 自分の会社には来てくれないってことそれから自分の入社した会社はまさに自分と同じレベルだってことなんですよ自分の理想とする会社っていうのを探したとしてもその理想的な会社はあなたを採用しないよってことなんですよねだから自分が採用された会社ってのはまさに自分の力量でもトントンの会社ということが言えると思うんですよそれはね雇用する方としても私もそうですけども自分のレベルが低かったら 言ってみればレベルの低いい人しか来なののは当たりり前ですよよね。だって自分よりもレベルの高い人が来るわけないいんですよ。レベルの高い人は自分の会社をまたいでもっとレベルの高い会社行きますからね見ていきますからねまあそういうところで吉田さんが言われたように結局はその人を採用したのは誰なんですかってことなんでまあ痛み分けでしょうねその会社を選んだのは誰なんですかっていうこととその会社を採用したのは誰なんですかっていうふうにまあ双方にまあ <laughs> 痛み分け言い分があるってことでしょ、はい、でもう一つなんですけども吉谷さんがねなんか今平和だっていうのはなんでかっていうとそれは吉谷さん自分のねレベルが上がったから平和になるのは当たり前だと思うんですよ、うん、例えば吉谷さんね今この瞬間から毎月毎月プラス3万の借金がなんかね理由は分かんないけど追わされたと思って慌てます慌てないんじゃないですかねいやプラス10万でも しゃあねえなあと思ってやることやるだけだみたいになると思うんですよでもどうですかね時期によってはプラス10万の借金を毎月毎月の支払いをね例えば5年とか10年っていうのをいきなり理由もなく終わされたらもうやる気がなくなったり当たり散らしたりとかそれこそ詐欺ででももやっかかみたいいにななるかもしれないんですよねそういう時期にはそれがプラス10万の借金がトラブルだったけども今プラス10万の借金が加わったところで。 トラブルとは感じなくなってるんじゃないかなと思うんですよね、体調多少壊したところでもう最悪だと思わないでしょもな、まあ治るわみたいな感じとかねまあある意味抵抗力がついてくるんですよトラブルに対して一定のレベルのトラブルに対しては抵抗力がついてくるんでなんともなくなるんですよねきっとだからそれ以上の大きな未経験のトラブルとかまださいたことのない逃げ続けたトラブルにもう一回出会った時っていうのはまたかみたいなねうわこれはなかったわみたいな感じで 平穏が崩れるる時っていううのが来ると思うんですよまあでもねやっぱこうやって一人で勝負してみると結局今まで想定内想定外さまざまなものを切り抜けてきたわけですよ100万貸したらとんずらされたの込みでね、うん、でいきなりあの R34 がぶち壊れて劣化呼んだ劣化呼んだらその人が愛コその人ですよねみたいな感じでねマイナスからプラスに転じたみたいなね、うん、だからなんか何が起きても 楽しくなってきたってことなんじゃないですかね <laughs> うん、だと思いますようん、だから自分の自分の価格価値が上がってきたから相対的に世の中にある多くの人が頭を抱える問題が大したことなくなってきたってことなんでしょうね、うん、でも案外それつまんなくなってきたような気がしますよねなんかね相談事を受けといてなんですけどもその 何かに頭が悩ますってことがなくなるのもこれはこれでつまんないなと思いましたね。まあですんでね、今ね、この初めの一歩読んでるんですよ。今80、90巻まで来ましたけども、なんかすごい楽しいんですよ。いや、今回は負けるんじゃないか、今回は誰か死ぬんじゃないかと思いながらね、どんどんこう切り抜けてきたりとか、ものすごい性格の悪い対戦者が出てきてね、むちゃくちゃ憎たらしくって、しょうがなかったんだけども、試合が終わった後はなんとなくね、その憎かった対戦相手も、 なんかこう友人のような感覚がしたりとかねドキドキハラハラですいや漫画っていうかすごいですね人の創作物っていうのはあの小説は事実は小説よりきなりって言いますけどもそんなことないよ事実なんて大したこと起きない創作物の方がもうリアルよりもいろんなことが起きてだから映画っていうのは日常生活を忘れられるわけでしょだって日常生活で映画みたいなことが起きてたらもう,もう映画見に行かないですよ <laughs> だから小説の方が木だから異なってるからもうおかしいからだから現実を離れるんだと思うんですよ <laughs> だから、ね、事実は小説より木なりなんてのはね私はねそれは小説をね大した読んだことがない人がそう言うんだと思いますよたくさん読んでるとものすごい上下がありますよ小説の方が人生は平凡すぎますよ、うん、何も起きてないのと同じですせいぜいあれでしょ借金抱えたとかねなんか大きな病気になりましたぐらいのもんでしょ どうってことないですよそんなのね。